皆さんこんにちは。今回のビデオではスイス南部のティチーノ州にある古い建物についてお話ししたいと思います。この建物は200年以上前に建てられたものなので、歴史好きな人なら興味を持ったかもしれません。しかし長年誰も手入れをしていなかった小屋は廃墟さながらの状態になっていました。車で走りながら遠くからこの小屋を見ると、誰もがよくある廃屋だと思うことでしょう。しかしそれは大きな間違いです。この建物はこの地域で昔から伝わる伝統的な工法、石と木材で建てられています。50年間ほどこの小屋は誰も使っていませんでした。そのためあちこち傷みが出ても修復する人はありませんでした。当然のことながら廃墟化していき、そのまま小屋は木と石に戻っていくかと思われました。しかしこの小屋には誰もが認めざるを得ない素晴らしい長所が一つありました。最高に美しいロケーションにあったのです。この山々の美しさに魅了された人々がこの小屋に興味を持ち購入しました。新しい所有者となった人々は単に自然を愛しているだけでなく、幸運にもこの小屋の歴史的建築としての価値もよく理解していました。彼らは古い小屋を撤去して近代的な別荘を建てるのではなく、古い構造を残しつつ新しい命を吹き込むことにしました。周囲の景色に溶け込んでいる小屋の外観にはほとんど手を加えず、内部は快適に過ごせるよう様々な工夫が凝らされました。現在この家にはベッドルーム、キッチン、リビングルーム、バスルームなどあらゆる設備が整っています。設備には現代の最先端技術が駆使されていますが、それでも建物の以前の雰囲気を失わぬようインテリアは控えめで落ち着いたトーンに統一されています。石と木材の組み合わせは周囲の岩の多い山々と木々の景色に完全に融合しています。ちなみにこの家の所有者は夏の間だけをここで過ごします。ですから当面この家には暖房設備は整っていませんが、暖炉はあります。ここで実際に作業に携わった建築家によると、この地域では必要であればセントラルヒーティングの導入も可能だそうです。さて皆さん、いかがでしたか？かつての納屋が立派な住居、夏の別荘に変身した物語をお伝えしました。この建物はすでに地域で有名になっていて、ティチーノ州の新しい名所の一つになっています。さあ、今回はここまでです。ビデオが気に入ったらいいねを押して、お友達にシェアしてください。ではまたお会いしましょう。